銀座寿司吉武の吉武正弘です。本日はよろしくお願いいたしま す。今までの 華やかしい銀座が全くなくなってしまって、ちょっと今寂しい状況ですね。お店の状況とか何かありますか？変わっていると、お店の状況は、おかげさまでそんなにはお客さんは減ってないんですけど、やはりソーシャルディスタンス保って営業してますので、昼間、1回転、夜1回転で6人ずつっていう状況になってますね。まあちょっとあの客数は減ってますけど、頑張って営業したいと思います。7丁目っていうと人がすごく多いイメージなんですが、夜の7丁目いかがですか？もう夜の7丁目ではないですね。今もう本当にあのスラム街というか、もうシャッター街というか、もう人手が歩いてないので、銀座ではないみたいですね。はい、この辺だと車がすごく多かったりとか、ね、結構人が夜だと特に多くなったりとかするんですけども、はい、やっぱりそういう状況なんですね。そうですね。吉武さんにとって銀座の思い出などがあればお伺いできますでしょうか？そうですね。まあ、こういうお寿司の職人という職業を目指して、銀座初めて高校を卒業して就職した時のお店が銀座だったんですね。まあ、栃木の田舎から、ね、出てきたもので、まあ、華やかな銀座、お姉さんたちがいっぱいいる銀座、18で、まあ、ものすごく駆けずり回って出前をしたんですけど、まあいつか将来こんなところで自分で商売ができたらなっていう、銀座はもう僕の人生の中にとって、板前人生の中にとってすごく、思い出のある場所ですね。いろいろあるんですけど、やはりあの同じ栃木から上京した、後輩がいまして、最初は6丁目であのバーをやってました。サイドカーっていうバーなんですけど、まあちょっと、生意気なやつなんですけど、可愛い後輩であります。はい。大体その店が終わってからとか、ちょっと、いっぱいやって、落ち着きたいというところが、いつもその高島明というあのサイドカー店主の店でね、まあ、おかみさんなんかもあの家族組んで行ったり、あの社員とかと連れて行ったり、そこをすごくくつろげる場所なんです。まあ、そうですね、そうですね、まあ、大切にしてる場所っていうのは、やはりその自分のお店。まあ、あと、好きな場所。銀座だなと思うのは、やはりその中央通りから、銀座4丁目の交差点に向けてこう夜 の夜景を見たときに、すごく銀座だな、銀座っていいなと思うんですよ。まあちょっとこう2020年オリンピックとかも開催する予定だったんですが、皆さんご存知の通り、こんな状況でコロナの中になってしまいました。非常にちょっと残念なこともありますが、まあ職務前を見てやってれば、いつか、明るい日差しが来る日が来ると思うので、まあ一生懸命、前を向いて頑張りましょう。よろしくお願いします。